スキュー、T ログ P 図とは、大気の熱力学的な状態を表す、熱力学ダイアグラムの一種。英語名をそのまま読んで、スキュー、T ロッグ、P ダイアグラム、あるいは略して、スキュート図と呼ぶこともある。ラジオゾンでの観測をもとに作成されたスキュー、T ログ P 図。カナダの真庭木にいて、図からショーアルター安定指数が11で、安定、加工水量が4ミリメートルと算出されている。 この図は1947年 N ・ハーラフソンによって発表されたエマグラムを改良したものである。T イコールテンパチャーを隙の線で P イコールプレッシャーをログで表していることからこの名がついた。縦軸に気圧または高度をとる。等圧線は図枠に対して水平である。一方の横軸には気温、混合比、乾燥断熱減率、湿潤断熱減率、 湿球温度などを取り、縦の曲線として、等温線や乾燥断熱線などが描かれる。用途としては、ラジオゾンデの測定結果から、上空の大気上を推定することが主である。ラジオゾンデから得られる気温と湿度のデータを表に書き入れると、それによってその地点の混合比などがわかるようになっている。エマグラムと同様、数地点のデータを書き入れて順番に線でつなぎ、 大気上を推定する。アメリカを中心に北米で広く用いられている。テヒグラムと類似していて混同されやすい。テヒグラムは等温線が斜めであることなどが相違点である。ありがとうございます。